ビジョンアゴどうり。今日はねスウェディッシュトーチをやっていくんですけど、本来スウェディッシュトーチっていうものはですね、直径が40センチの丸太をチェーンソーで十字に切って火をつけてね調理にしたりすることを、まあ、スウェディッシュトーチと言うんですけども、手軽に簡単にできる方法がないかなと思っていろいろ探したんですよ。そしたらですね、こういう自在バンドをね見つけたんですよ。これを使うことによってね、簡単にね誰でも手軽にできるんじゃないかということでね、それを今回やっていきます。そしてスウェディッシュトーチが出来上がりましたら、それを使ってラーメンをね作っていきたいと思いますので、それではね早速始めていきます。この自在バンドの使い方はですね、ここの部分がフック状になっていますので、対象物に合った大きさにした後にまず引っ掛けます。そして締めていくんですが、このボルトに対してナットが今ここにあるんですけど、締め代自体がここまでしかないんですよ。なのである程度対象物と合わせた大きさにセット引っ掛けた後に、いっぱいいっぱい締め代ができるようにナットをねこの辺までやっといてください。それではですね、今から締めていきます。うわこれ楽だね。前の僕の動画を見たことある方はわかると思うんですけど、番線で締めてましたよね。あれって結構難しいですよ、個人的に。だからこの方法でやるとほんと楽。もうほら全然、これ全然いいよ、もう番線いらない。この番線針金、はい、ということでね、自在バンドを使ってね薪をね締めることができましたので、今から早速ね点火して火を起こしてラーメンを作っていきたいと思います。それではですね、焚き付けようとしてこういった薪、これはあの杉の皮、そして薪をねさらに細かくしたやつ、これをね隙間に入れて点火していきたいと思います。こういったものがないときは、あのその辺に落ちてる枝でも何でもいいです。うん、そういうの使っていただければね、焚き付け口になりますんで。それでは点火していきます。はい、ということでね、ただいまねこういう風に燃えてるんですけど、ある程度火力が強くなってきたら、そこから調理の方を始めていきたいと思います。そしてですね、なかなかですね火が起こらないよっていう方、もしこれを試されてね、そういう場合はですね、このナットをね少し緩めて、多少にかかわらずこの隙間をね広げてください。そしたらあの空気が入りやすくなって燃焼しやすくなりますので。あとはある程度燃えてきたら、火力の調整として、まあ僕も初めてやるんですけど、これをねナットを締めていくことによって、空気が入る隙間が埋まることによって火力の調整ができると思うんで、結構いいとは思います。それではですね、ある程度火力が増してきたのでラーメンの方をね作っていくんですけど、今回作っていくのがこちら、味の丸太ラーメン、大分鶏ガラ醤油ラーメンをね作っていきます。麺はですねきちんと帯で縛って1食ずつ分かれています。それではですね、まずもやしをね炒めていきたいと思います。よし、じゃあ油入れます。
よし、じゃあもやし入れていきます。今日は大盛りっすよ、もやしは。ちょっとひっくり返したいね。いいかな。じゃあ水入れていきます。ちょっとあんまりにも煙たかったんでカメラの位置に、ね、移動させました。舞うんだよな風がね、どうしても。それではですね、お水がたぎってきたので麺の方をね入れていきたいと思います。ちょっと一回浮かせる。熱々い。暑かった。それではですね、ある程度茹で上がったのでスープよろしくいきたいと思います。スープよろしく。こちらですね、仕上げにこの大分の柚子皮を入れていきたいと思います。この辺かな。それではすいません、いただきます。まずこのなんか柚子皮が入ったところ、こういこうか。うん、いいね、柚子の風味がね。チカッパイマカー。やっぱこのね、自家製の辛ネギと一緒にね、いただいてみたいと思います。うん、間違いないね。うん、でね、チャーシュー、これも自家製ですよ。このチャーシューのね作り方、結構気になる方多いと思うんですけど、説明欄に貼ってきます。で、辛ネギの作り方も説明欄に貼ってきますので見といてください。うん、チャーシューも間違いない、いつも通り。ほんと、もうね、皆さん見てくださいよ、あんな風に燃えてるんですよ今ね。見えます？ちょっとね、一つ難点なとこがね、やっぱ乾燥が足りないせいなんですかね、煙が出るのは。そこがちょっと難点ですよね。あとはもう、自在バンドさえあればある程度燃えてきて隙間が空くのを防ぐために増し締めするわけですよね。なんならあの状態で軽く針金を巻いといて一回外すじゃないですか。外してさらにマス締め、サイズを変えてね。うん、あれは結構いいと思いますよ。
だから焚き火がね好きな方、夜とかねされると非常にいいです。自在バンドもあの説明欄の方にね Amazon のリンクをね載せておきますんで、興味がある方は見てください。で最後のチャーシュー、もやしと一緒にいただきます。うん、もうな。はい、ということでね、ごちそうさまでした。非常にね美味しゅうございました。そしてですね、何よりも何がいいかって言ったら、やっぱりあの焚き火を楽しみながら調理できるっていうところはやっぱりスウェディッシュトーチのいいところですよね。もしよろしければね、皆さんやれる方はやってみてください。はい、ということでね、もうお時間となりました。高評価拡散のよろしくお願いします。まだチャンネル登録がお済みでない方、スマホタブレットパソコンでご覧の方、ちょっとススが飛んできてる、スマホタブレットパソコンの方ね、エンディング中チャンネル登録できますので、そちらからどうぞ。それではまた、さよなら、さよなら、さよなら。最後ちょっとスウェディッシュトーチをねご覧ください。それではまた。